前途おらい。JR 九州が公開した訓練では、普段は車掌として乗車している乗務員が運転士の指導を受けながら必要な技術を学んでいました。現在、香椎線の一部に導入されている自動運転列車は、緊急時に備えて運転士が乗車する自動運転レベル2で運行しています。3月からは運転士の資格を持たない自動運転乗務員が運行するレベル 2.5 に移行させる予定です。自動運転レベル 2.5 では、乗務員は列車の走行開始と緊急停止の時だけ操作を行い、駅での停車や速度調整などは自動で行われます。非常ブレーキ動作中です。今日は非常の際に列車を緊急停止させる訓練も行われました。それでは運転再開してください。はい、了解です。前途おらい。安全確認が終わり、走行開始ボタンが押されました。再びゆっくりと走り出しています。状況も高くて、よし、エアモレーよし。自動運転乗務員の仕事は運行の時だけではありません。乗車前や緊急時には運転士と同じくライトやブレーキの確認など318項目の点検を15分以内にできるようにならなければなりません。車掌の時は、ホームに降りて、お客様の乗降の確認や信号の確認を行うのですが、運転士は、停車中だけではなく、走行中にも信号や、危険などを、確認しながら、乗務するので、車掌に比べ見るところが多いと感じました。自動運転乗務員に認定されるための訓練期間は2ヶ月と、最短で運転士より7ヶ月も短い期間で育成できます。 JR 九州には現在運転士の資格を持つ社員がおよそ1500人在籍していますが、高齢化などによる将来的な人手不足に備えて自動運転乗務員を増やしたい考えです。当社の場合、喫緊にですね、列車運行に支障がある状態ではありませんが、将来的に労働人口減少もある中、その運転士不足というのは他人事ではないというふうに考えております。これ前の運転士と変わらずですね、列車線路内の異常を認めた際には安全を確保しながら自動運転をやっていくということでご安心いただければと思います。自動運転レベル 2.5 の導入は国内の公共交通機関では初めてです。訓練は来月中旬まで行われ、3月からは JR 香椎線のおよそ2割の列車が運転士が乗車しない自動運転乗務員による自動運転運行となります。